長野運動公園総合運動場総合市民、プールは長野県長野市吉田五丁目の長野運動公園にある屋内水泳施設である。愛称はアクアウィングであり、正式名称またはその略称などで呼ばれることはあまりない。かつては長野市体育協会が管理していたが、現在は新興スポーツ株式会社が指定管理者である。この施設は 長野オリンピックのアイスホッケー会場、長野パラリンピックのアイススレッジホッケー会場として建設された。アクアウィングという愛称は公募により決定したもので、それまでの歌唱はアイスホッケー B 会場。なお、同 A 会場はビッグハットである。建設当初から長野オリンピック、長野パラリンピック後に水泳施設として利用することを 考慮されており、長野パラリンピック終了後に氷を張る設備を撤去し、以後、市民プールとして親しまれている。国際大会が明ける水泳施設となっており、水泳大会などのイベント会場としても利用されている。そのため、観客席が設けられている。総事業費は約84億円。国の負担が約50%、長野県の負担が25%。 長野パラリンピック終了後に長野市が約6億9000万円をかけて回収。ありがとうございます。